皆さん、毎度毎度、今日のお客さんはこたつだね。ミニこたつだね。これがつかないってことだからね。スイッチどこよ。スイッチね。ちょっと俺グラグラしてるね、これ。ね、ちょっとこれつかないね。はい、これバラしてちょっと様子見てみます。まずね、はい、これちょっとね、取って。で、これをまず取るか。まず最初に疑わしいのここだよね。こういうところね。こういうとこと、こういうとこね。まあ、ちょっとテスターで測りながらね。とりあえずこれみんなバラすか。よっしゃ。いや、切れてるような感じじゃねえけど、一応ちょっと測ってみるか。これ来てるね、電線に電気がね。あ、来てるね。電線は切れてないみたいだね。ってことはさらにバラさなきゃダメだね。温度記録だと危ねえか。で、ちょっとこれ取ってみましょうか。これ取るのもしょうがないか。入ってたね。いや、すごいね、埃がね。滑ってきたね、温度ヒューズね。ちょっと温度ヒューズ測ってみましょう。温度ヒューズが切れてれば、あ、温度ヒューズ、ならないね。ならないね、温度ヒューズ切れたね。はい、見える？はい、故障原因ね。はい、ここにね、98度の温度ヒューズがあって、これが切れてるね。だからちょっとこれ短絡させて実験してみよう。多分すったら治るんじゃないか。温度ヒューズね、ちょっと温度ヒューズをキャンセルさせて、スイッチ、はい、スイッチ入れてますよ。はい、ついたね。ね、温度ヒューズだね。なんかホームセンターで温度ヒューズ売ってたような気がするね。だからこれ買ってきて交換すりゃ治るでしょう。これヒューズね、ちょっと温度が違うの売ってないんだよね、98度がね。だからもうちょっと企画あってねえけど、まあいいやね、別に。なんだって。で、これをね、はい、ここに入れ替えてるからね。どうやってやるかな。まずこれ一旦切らないとダメだよね。ああ、ここで切っちゃった。ちょっとやりづらいところで切っちゃったね。どこで圧着するか。圧着端子取れるといいんだけどね。よいしょ、よし、取れた。圧着端子取れた。よし、取れた。そんでこれにここ入れるからね。はい、どんなもんだかさ、ペレットタイプね、こうね。ちょっとこのぐらいでいいか。はい、圧着端子、圧着端子入れて、入んね、入んね、これ入んない。入れれば入れちゃえば。よっしゃ、入った。で、はい、ね、はい、何でもって、長い、ちょっと長い、ちょっと、はい、ここでちょっと長いね。ね、でこれ入れてね。よいしょ、圧着端子入れてね。でこれを圧着端子ね。よいしょ、ね、大丈夫だね。でこれをこうやって、はい、ここにね、戻そう。はい、これをこうやって、はい、よいしょ。ね、はい、こうやって、はい、よいしょ。よいしょ。ね、OK。はい、ついてるね。電源切ってね。結構。
ね、無難に簡単だったね。でこれをどっちつけてもらう1にして、OK。これ1でやるのがコツだよね。1で力入れるとネジがバカになっちゃうから。ロッドぶっかくぐらいパワーがあるからね、これね、前やった時ね。あとは手でね、まし締めね。まあ、はい。電線をこうやってこんなにやっちゃったね。よし、できた。よし、できた。こうやって突っ込むから、こうやってね、足焼くんから、こうやってね、足乗っけてね、ね、こうやって突っ込むから、これね、どういう突っ込み方するんだかね、これ、こうやって突っ込むんでね、ね、ハロゲンのね、ハロゲンのこたつね、突っ込み方ちょっと分かんないね、だから治った。ね。はい、お疲れ様でした。